はい、えー。今日の教材はこんな感じでございますけども。まあ、あの、えっと、一番表紙にですね、その日に出てくるテーマの写真がありますんで、一応イメージをね、えー、今日はあの、すき焼きと、それからこたつなんですけども。さあ、それでは早速、えー、っと、1ページから見ていきたいと思うんですけども、えー、画面分割いたします。はい。こんな感じで、まず一番の問題がですね、上に出ていまして、下の方に解説が出ていますけど、 あの、解説は、えっと、皆さんの PDF の資料だと2回出てきますね。あ、解説じゃなくて、質問がね。1つ目に出てくる質問は何の仕掛けもないんですが、あの、2回目に出てくる質問以降は、クリックすると回答が出てくるっていう仕組みになってますんで、それを使いながら解説をしていきます。じゃあ、まず、握、えー、り寿司の話を見ていきたいと思うんですが、1行目から読んでいきますね。 握り寿司、天ぷら、ええ、すき焼き、are often referred to なになに。the three most popular japanese dishes というふうにいきますね。さあ、まずはですね、基本的なこの refer の使い方なんですけども。この refer という動詞はですね、あの、特にこの受け身にするとき R. が二つになりますので、要注意ですね。これ、あの、えー、っと、基本形がですね、えー、っと、e ファー。 えー、to a as b の形になるんですね。だからもともとここ自動詞なんでここに to が入ってないと成立しない形の慣用句です。ですからこれを受け身にするとこの to がそのまま残っちゃうんですね。だから be referred to でこの後に as が来るっていう形になります。まあ、a を b と見なすとか、a を b とこう考えるという、えー、系統の動詞っていっぱいありますよね。 後であとで、consider っていうのも出てくるんですけども、まあ、その中でも、この referred to A as B という形は、ここが、to が落ちないようにするっていうのが一つのポイントでございます。まあ、そういうわけで、下の方を見ていただくと、多分、回答は簡単に選べると思うんですが、A、As が正解ということになりますね。はい、クリックいたします。で、ここに受け身になって書いてありますが、be referred to as で、何々と呼ばれると、As 以下と呼ばれると、こういう意味ですね。 さあ、それで続きを読んでいきましょう。えー、っと、However, they are rather new dishes in the long history of Japanese cuisine というふうになっています。まず冒頭のこの However なんですけども、But と置き換えが効くあの副詞ではあるんですが、However って接続詞じゃないんですね。だからよくですね、あのこれネイティブが書いた英文でも間違いよく見かけるんですけど、例えばセンテンスがあって、あ、ごめんなさい。違うのを使いました。 例えば、あのえー、何かこうセンテンスがあってですね、あのー、こうセンテンス、えー、1で、コンマがあって、however で、えーっと、センテンス2とこういうふうになっている文章があるんですが、これは、ね、書き間違いです、本来は。だから、この文章を書くんだったら、ここの一つ目のコンマのところをです、ね、ピリオドにして切ってしまうか、セミコロンですね、せめて。 あのセミコロンにすると一応文法的には成立するっていう感じになります。セミコロンが接続詞の役割を果たしますからね。だから、バットと同じようにこうあの、そのまま接続するための機能は持っていないということです。で副詞なんで、文頭文中、文末、どこにでも置くことができますね。だから、例えばこの文章ですと、えー、However の1は、They are rather new dishes in the long history of Japanese cuisine, however というふうにやってもいいし、<laughs> They are, however とここに挿入しても構わないですね。 まあそういうハウガムの使い方、特に英作文で、ね、あのよく出てきますので注意しておきましょう。さあ意味としては、どちらかというと新しい料理なのである。えー、日本の料理の長い歴史においてということです。さあえー、っと料理の話をするときですね、あのーまあ、このいろんな意味の料理という単語が出てくると思うんですけど、このクイズインという単語は、発、あのー、音はクイズインですね。ク,ウク,ウク,ウクイイズン という単語なんですけども、あのえー、っと文化的にこう特徴のある料理というふうなニュアンスがあるんです。だから例えば、無形文化遺産みたいに登録されている和食の場合にはです、ね、こクイズインを使うと、その日本独特のというニュアンスがよく出るわけですね。だ例えばあの、地方の郷土料理でも、そういった意味ではこのクイズインを使うと雰囲気がよく出るということがあります。まあ、ただあの、ちょっと気をつけないといけないのが、これ、不可算名詞です。 不可算名詞ですから S がつかないということですね。で、ただし、えー、ここら辺が英作文なんかであの非常に重要なところなんですが、例えば不可算名詞でクイズインでもカルチャーでもそうなんですけど、例えばですね、フォーレンなんかがついた場合、<laughs> フォーレンなんかがつくと、えー、っと、外国文化って一つじゃないですよね。だからカルチャーでもあえて複数形にします。フォーレンカルチャーズとか、 あとはその他に other なんかがつくと other cultures。で、これと同じようにクイズ n e も foreign cuisines, other cuisines というふうにえあえて複数形にするっていう場合がありますのでね。ただ基本は不可算名詞だということですね。さあ、そこで続きを読んでいきますと。握り寿司 is one form of sushi, meaning a dish of vinegar d rice. ということで、さあ、ここ、分子構文出ていますね。えー、っと、分子構文につきましてはね、グラマーリフランスハンドブックで確認しておいていただいたらいいんですが、あのー、ここ、コンマがあって、分子がありますけど、この、ミーニングの意味上の主語、何がミー n するのかっていうのは、基本的に主語と一致してないといけないです。基本的にね、あのー、一致してない場合もいっぱいあるんですが <laughs>、ね、文法的にはそうならないといけない。だから、ここは、握り寿司、means a dish of vinegar rice. というふうな意味になっているわけですね。さあ、握り寿司というのは寿司の一形態であって、で意味としては、その酢飯の料理なのであるという感じですね。さあ、そこでですね、It's 何々 first developed as a form of 何々 food in ancient times というふうに説問が2つ続けて出てきましたが、まず1つ目、これはですね、ガイド試験によく見られるパターンのものなんですけども、 えっと、説問はだいぶ先かなこれだなあ、違う。これではなくて、えー、っと、一番だから、これですね。問い二ですね。問い二のえー、っと1、3、5の日本語にの意味に相当する単語を選びなさいということですね。えー、まあここで、あの、原型という単語なんですけども、えー、プロトタイプという単語です。これですね。で、まあ、ああのー、 英文を読んでいく中で語彙力を増やしていくということも一つ大切なんで、できるだけあの選択肢の中にもですね、知っておくと便利という単語をあの上げるようにしてますんで、例えば一番のスペースマンという単語は標本。から二つ目のレプリカ。これよく使いますね。複製品というふうな意味ですね。カタカナでもレプリカってよく使いますね。レプリカですね。それからサブスティティテトこれは代用品というふうな意味で、まあ、形容詞で使うこともありますね。 えー、で例えば、substitute holiday ティティなんか言うと、あのえー、と振り返り休日というふうな意味になりますね、まあ。いずれにせよ、このプロトタイプというのが、この原型というふうな意味なんですけど、これとおなじみの単語でね、もう一つ知っておいていただきたいのが、precursor、えと、ー、ーーいう単語なんですね。これね、新聞なんかでよく出てくるんですけど、あのー、この precursor とーーいう単語のですね、この cursor とーーいうところ、これカーソルなんです。 今、この何て言うかな今、画面に見えていただいている、この,あの、えー、ポインターのね、えー、ポインターのところ、これカーソルっていうんですね。ポインターの先のところはね。だカーソルの先にあるものっていう、プリということから先駆者という,うな意味が出るわけです。だからそれから転じて、原型とか先駆者という意味でよく使ったりするんですね。面白い単語ですね。プリカーサーですね。カーソルから来ていると。さあ、上に戻りましょう。 えー、つまりここは、it's prototype first developed as a form of 何々、d in ancient times ということで、まあ、古代にペケペケな食品という形で最初に発達したということです。さあ、これ、ancient times ですけどもね、これあの、えっと、古代というふうな意味なんですけども、ここ複数形になるので気をつけてくださいね。あの、 何々時代という時にはよく複数形になることがあるんですけども、Ancient Times の場合には、関詞をつけずにそのまま複数形にするというのがポイントですね。発音は、こう、よくねあの、N の発音を入れない人が多いんですけど、ノンネイティブでね、ネイティブはここに N 入れてますんで、Ancient Times です。An Ancient Times、ね。Ancient Times ですね。早く発音するとね。まあ、そういう、えー、古代のというふうな意味です。 ま日本で古代というと、そうだな、えー、平安時代以前ですね。あの歴史が長いんで、平安時代からも古代というふうに普通は言いますので、あの要するに中世の前ですね。だから平安時代、奈良時代、飛鳥時代、ね、ここら辺のどこかという感じですね。さあ、fish were fermented in cooked rice and after the fermentation, only fish were taken out and eaten. ということですから、この文脈を見てですね、えっと、ここの過去の案の中決めていきますね。で、これはちょっと変わった質問なんですけど、前後関係から「う」ウに入る「ご」を選びなさいという、ガイド試験であんまり見かけない形かもしれないですけども、あの文脈を読ませるっていう意味ではね、よくあの英検の穴埋め問題に、えー、似てますね、こういったのはね。で、文脈を考えていきますと、例えばここでは、えー、Fish were fermented というこれですねこの単語重要ですね。フ m メントというふうに発音しますが、この目のところにアクセントがあります。ねフ m メントですね。えー、だからそのフェメンティドイン・コクトライス、でこのあの炊いたご飯の中でえー、っとこう保存するとですね、あの 日本はこうあのいろんな菌があるんですが、その中でも特にあの活性化しやすいのが乳酸菌なんですけれども、乳酸菌による発酵が始まるんですね、乳酸発酵というふうに言うんですけれども、まあ、そういう乳酸発酵を始めて、発酵が終わった後で、魚のみを取り出して食べていたということです。えとなると、ですねえここのところの過去の A には、まあ、えこの中の文脈から見,ず見ると、ですね例えば大受精で消化された、 preserved, 保存された recovered,、えー、これは修復された、回収された converted,、えー、この、えー、変更させたと convert っていうのはのう一つの、えー、自分の元々所属しているものから他のところに変えるっていうふうな意味ですね。よく宗教なんかを回収するとかいうときに使ったり、あと野球なんかでね、ほら、ポジションなんかを変えるときに convert というふうに言ったりいたします。まあ、ですからこの中で文脈に合うすれば2番。 プ e r ーブということになりますね。で発酵食品であったという点から保存食、プレゼーブ f フードの意味にするということですね。さあ、えっとあ、あともう一つね、もう細かいこと言ってると先に進めないんですが、あのフィッシュですね、これ。フィッシュはという、あの日本の,あの英語教育ではね、フィッシュって、あフィッシュで一匹で、フィッシュでフィッシュというふうにならずに複数形で使うと。 で、fishes とすると、複数形にすると、いろんな種類の魚であるということをね、ま中学校の頃からなんかすごい徹底して、どうでもいいことなんだけど教えるんですよね。いや、どうでもいいことっていうのは、アメリカとイギリスで違うんです、使い方が。イギリスでも fish をそのまま複数形 fish ュあーというふうにする人もいれば、fishes あ r というふうにする人もいます。だから fishes というふうになってるからといって、違う種類の魚がいっぱいという意味にも、 あのなる必ずそうなるわけではないということですね。人によっては、魚が同じのが2匹を呼んでたら、There are two fishes というふうにイギリス人はよく言ったりしますんで、まあ、そこら辺はちょっとね、あまり偏らないような知識を身につけとかないといけないですね。で、このフィッシュというのはそういった意味でちょっと特殊な単語だということです。さあ、In the e d o period, vinegar production greatly increased。そうですね、お酒もそうなんですけど、こういったあの えっと箱職員ですね、そういったものなんかが特に飛躍的に発達するのは中世から特に江戸時代ですね、江戸時代はもう大量生産が、ね、行われるようになりましたので、まあ、そういうわけで特に江戸時代には、このオスの大量生産が始まったと、the end with it、この it が受けてますのは、この事実です、Vinear production greatly increased という事実とともにというふうなニュアンスですね。 寿司ーップトディこの海産物を含む様々なえこの材料を上に載せたトップとウィスっていう形で〜何々を上に載せるトッピングしているというふうな意味ですね。これですね、あの、えっと、B トップと、倍があるでしょ。 一番にね、これ、倍でもいけそうかなと思った方いらっしゃいますうん、その方は、あの、鋭い、正しいですね。ね、倍でもいけそうなところなんです。ただ、倍ではいかないんです、ここはね。<laughs> どうしてかというとですね、B トップト WITH っていう形で、一応決まり文句になってるっていうのが一つですけど、その、受け身になったときに、この、えー、っと、動詞の後に、 with が続く場合と by が続く場合の例文をちょっと考えてみるといいと思うんですね。例えばですね、ちょっとスペース、ここら辺使ってみようかな。ちょっとここら辺、ちょっとスペース使いますね。後で消しますんでね。で、例えばですね、えっと、the islands are connected with, または by bridges と。 これ、言えますよね。これね、これ実は、with でも by でもどっちでもいけそうな気がするんです。でこの受け身の文章を、ですね、能動体に書き換えてみると分かるんですけども、そうすると、例えば人間が主語になって、ね、誰々、誰々が、えー、connects で,で、こういうふうになった場合には、えっと、withbridges ですよね。 で、これを受け身にすると、the islands are connected with bridges になるわけです。わかりますかねで、そうなると、じゃあ、倍になるときの文章、能動体の文章はどうなってるかというと、bridge が主語になってるんですよね。そう。だから、bridge が、えー、connect、えー、この形になると、bridges connect islands. というふうになった場合には、まあ、ザがあった方が文章的にはスッキリします bridge, i s connect the islands とすると、これをお決めにすると、今度は by の方になるわけです。the islands are connected by bridges.by というのは、能動体にしたときの主語に当たるわけですね、これがね。だからそう考えると、えっ、ー、と、by としたときには、ここの後が、えー、主語となった能動体の文章に戻るかどうかで決まるわけですね。となると、ここどうなるか。例えば、 ベ s リ n スイングリーディン s を主語として、ベ n リ r スイングリーデン o トップ、n、え、e、ー、ニガードライスという文章が言えるんだったらば、ここは倍も可能ということですね。というわけで考えてみると、ちょっと不自然ですよね。ベ n リ r スイングリーデン o トップ、n e g ガードライス。そのさまざまな材料が、その n e g ガードライスに乗っかっているという意味で、文章を作れないことはない。 ね、だから、by でも間違いだとは言い切れないんだけど、慣用句としては、えー、こちらのさっき書いた2つ目の方です。誰々がトップビニガードライス with various ingredients という形。この形がもともと受け身になったものなんですよね。だからそういうふうに考えていくと、論理的にどうして with の方が優先されるかということがわかると思います。なかなかね、これ辺高度な話でございましてね。えー はい。それじゃあ、まあ、ここはいいとして。In the 文化文政 eras, a form of 握りずし was invented in the Now, Tokyo. ということで、えー、っと、こう文化文政エラーっていうふうに言ってますよね。よくあの、何々時代って言った時に、ピリ r ド o っていう単語を使うんですけど、えー、どちらでもいいんですが、あの、日本の歴史説明するときには、歴史上の えっと、この政治形態が変わっていった区分ですね。例えば、鎌倉時代、室町時代、戦国時代、江戸時代とか、そちらの方にピリオドを使って、あの、言語の、あの、時代の変化についてはエラーを使うことが多いんです。だからまあ、これは一応日本文化を英語で説明するという立場で知っておくと便利だと思います。だから、元禄エラーとか、教法エラーとかいうときには、あの、ピリオドではなくてエラーを使うことが多いということですね。で文化 時代と文化、文政エアレス。ということで、さあ、握、えー、り寿司というこの形態が江戸で発明されたということですね。さそこで握り寿司、serve that restaurants。えっと、ここはあの分子形容詞ですね。これ挿入ですね。これね。挿入なんで、えー、っと、レストランでサーブされる握り寿司というのもですね。 レストランでサーブ出される握り寿司 was a kind of extravagant oat cuisine whereas that serve that stalls was enjoyed as a casual fast food というふうに書いてありますがこれあのえっとまずですねこっちから行こうかな Oat cuisine という単語ですねこれもともとフランス語です高級料理というふうな意味ですねあのよくあの高級ううなんていうかな 装飾員なんで、オートクチュールっていう単語ありますよね。あのオートクチュールのオートと一緒ですよね。オートクイズまン。まあ、これから仮想すると、この河川部にのエクストラベァゲントっていう単語の意味が大体わかると思うんですが、まあ、あの高級のというふうな意味ですね。これがだから、えー、っと、何番かなうあれえー、っと、あ、これか。問い読んだ。 トイヨンの河川部27の意味に最も近い単語を選びなさいということなんですが、うん、最も近いということなので、必ずしも一緒じゃないんですよね。ちょっと微妙なところですね。でこの、この中でやっぱり近いのはあのラビッシュです、ね。で、このエクストラバガンというのは贅沢なというふうな意味なんですけど、その意味だったらこのラビッシュが一番近い。 感じになりますね。で、これ辺は皆さん、あの英英辞書とかお持ちだったらね、やっぱりあの単語確認した方がいいと思うんですね。例えばですね、Extravagant の意味を、えっ、ー、と、ウィキショナリでちょっとこう調べてみましょうかね。で、これウィキショナリの英語版なんですけど、 例えば、まあ、もちろん、これみんなで寄ってたかって編集してるもんなんで、必ずしも学者が書いたもんじゃないんで、あまりその鵜呑みにしちゃいけないんですけど、大体これを見るとよくわかりますね。えー、っと例えば、ね、excessive、unrestrained という、もうあの制限なしにという。そこから、例えば exorbitant、ぜ、えー、贅沢なとか、あと wasteful、えー、無駄なとかですね。 だから、もうふんだんにある。例えば、これなんかすごい意味近いと思いますよ。Profuse in Expenditure。その支出において、すごく過度のっていう風な意味になってるわけですよね。お金使いすぎっていう風な意味わせますかな。だから、こういう風な感じで考えると、まい、あ、たなっていうところにつながるっていうことです。だから、例えば、ラ a v i s h という単語のこの華やかな贅沢さのとちょっと違うんですけどもね。要するに、無駄な贅沢みたいなところがエクストラバガントにはあるんですけど、まあ、文脈上は一番近いっていうことですね。 後半、おやら r v e ツ・ h e ダ t ストー s ということで、ザットが受けているのは握り寿司なんで、あのこれ、加算名詞だったら1で受けることができます、ね。よく、あの、えー、代名詞で同じものっていう意味で1で受けたりするんですが、あくまで1、2、3と数えられるものしか持ち入れないんで、握り寿司は基本的にここでは、えー、っと、算名詞ですね、概念としてはね、えー、Rice。 が基本的な意味ですからね、まあ、そういった意味で、まあ、数えてもいいんですけどここでは一応不可名飯と捉えてざっとで受けてある。だからストー、えー、この屋台ですね屋台で出されるものはこうカジュアルなファーストフードとして楽しまれたと。